さあ戻ってまいりました。はい、釣果がこちらでございます。はい、ドーン。綺麗かですね。綺麗かね。でもパッと見100匹いるって感じじゃない。なるですね。でもちゃんと数えてこれ100匹、はい、ひょっとしたら100匹より多いかもしれないですね。多い可能性もあるっちゃね。はい、でまあ今回これを使って、はい、天ぷらと、はい、佃煮、はい、を作っていきたいと思います。やりましょう。代表格的な料理ですね。はい、多分一番美味しいでしょうね、それが、ね、うん。あとはこれをそしたら、はい、食塩水で洗う。はい、塩もみかな。食塩水か。塩もみして確か前やった時は鱗を取るみたいな。ああ、なるほど。感じやったって思います。じゃあボウルに移していきます。はい、どう。やっぱスイカみたいな匂いするね。うん、ちょっとするね。するね。じゃあ塩をバーッとかけて飲み込んでたらいい。はい、あ、そうですそうです。ガッガッガッ。感じでして鱗を取るみたいな感じだったですね。あー、でも確かに釣りしてる時も鱗すぐ落ちてた。はい、じゃあちょっとこう擦る感じがいいね。そうですね、多分のそうだと潰れないように。で結構意外に身がしっかりしとった気がします。なんかね、これもうちょっとワカサギが大きかったら、はい、なんか刺身とか、あ、寿司っていうかその締めワカサギみたいな、あ、そういうの、うん、ある。そうそう、それが美味しいらしい。へー、この小ささだとさすがに。ああ、なるほど。もっと大きかったらね。いやでもまあ去年もう自分らが行った時よりかははるかにでかいですね。あ、そうなんだ。はい、はるかにでかいです。あ、そんなちっちゃかったんだね。ちっちゃかったですよ。どんくらい、こんな感じちっちゃかったのでしょ。これで、うん、ちょっといいサイズかなぐらい。これくらいですね、本当に。こんな、こいくらいがアベレージの感じやったと思います。ざっと取りましたけども、はい、大丈夫かな。大丈夫だと思います。まあ、取れてないのも多分いっぱいあるけど。あ、やっぱりほぼほぼ取れてますね、塩で。はい、じゃあこれで一応下処理は完了です。はい、こちら水を切っておきましょうかね。あ、いきましょう。はい、いやでも見た目ではほんと100匹おるとかよって思うですね。ね、途中釣れん釣れん釣れんですね。こいつがチャンピオンみたいですね、今回の。あの最初のやつやろ、一番最初に釣れたやつ多分こいつが。じゃあ佃煮の分はこれにもう入れてもらったら。はい、佃煮の方が少ない方がいいとかな。天ぷら、そういえば天ぷら好き多いもんな。わしゃわしゃ売れていきそうな気がしますね、天ぷらの方が。ああ、まあ確かに天ぷら増量。じゃあちょっとお水を入れまして、はい、まあ浸かる程度で。はい、ではこれを熱していきます。お願いします。じゃあこれお酒をほんのちょっと、はい、入れていきます。じゃあ天ぷら方も作り置きますかね。はい、まあほんのちょっとです。はい、こんなキッチンが汚れない魚料理もない。そうですね、砂漠か砂漠かんかだけでえらい違うですね。おお、砂漠か砂漠かんかもわからん。わかったっちゅう。砂漠かん、砂漠かんね、砂漠かん。あ、菜箸やろうか。菜箸、ね、菜箸、菜箸、はい、菜箸。菜箸か菜箸やろうか。わかっとっちゃう。じゃあちょっとアクだけ取ってきます。はい、取る必要あんのかはわかんないけど、そんなこと言ってこのアク大感がね、わかったり。ものすごくあれだね。はい、今回地味な料理品だね。ですね。で、福島遠征やったですかね。ジャッカルさんの方たち、この社長とかにもお世話になった時のやつは、漬けみたいにして、うん、それをこう七輪っていうか網焼きしようさったですよね。ああ、確かに。コンロの上に網置いて、あれも美味しそうですよね。あれも美味しそうだったね。なんかペンションじゃないロッジみたいな、そう、ペンション。そうですね。まあ
両方言ってるんですけど ね。じゃあ先に砂糖入れときまーす。はい、おいしょ。まあ2杯くらいでやろうかな。ですね。あとまた水飴と蜂蜜が入りますから。あ、なるほど。最後らへんに。ほい、では2杯くらいで押さえときます。はい。じゃあ、はい、イカの醤油だれを。これでいいよね。いいと思います。少々。はい。あとはちょっとアルミホイルで落とし蓋してちょっと巻きます。はい、ちょだーい。はい、どうぞ。サンキュー。最後に引っ張って。はい、じゃあこれ落としときます。はい。あっつあっつあっつ。ちょっと待ちますか、油出来上がるまで。待ちましょう。ちょっと待ちます。はい。さあ、油ももう大丈夫っぽいんで、揚げていきますか。揚げていきますか。じゃあ揚げますかね。揚げましょうかね。お願いしていいですか。大丈夫ですか。そうね。それでは、揚げます。おなしゃー。いきます。わー、いいですね。はい、それでは、はい、佃煮の方には、はい、とりあえず蜂蜜をちょっと入れます。よいしょ。おー、よいしょ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 。で、こちらはさらに、じゃじゃん。ほい。水飴。水飴を加えて。はい。そうしていたら、もう多分大丈夫でしょう。ね、天ぷら揚げていきます。おーしょ。せーの、ポン。ちょっとね、衣がつけすぎた。つけすぎたっていうか、衣が硬すぎたので、ちょっとサラサラにしました。まあこんな感じで天ぷら揚げていきます。よっ。水飴久しぶり見るわ。割り箸でグリ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 しようなやった。あー、なんか そのお菓子ばくだおだい。あ、市販のやつ。はい。あれ多分ばあちゃんとかが水飴なんか使ったりしてたから、その水飴を割り箸で取って、はい、グリ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 ってこねて白くするっていう遊びをしてた。で、これをもう少しだけ煮詰めていきたいと思います。お願いします。まあこれが出来上がる頃にちょうど出来上がるんじゃない。なるほど。で、天ぷらって確かこのもう泡があんま出らんくなったら中まで火の入っとくんですよね、お魚さんとか。よし。やっぱこのサラッとの方が良かったですね。色もなんかちょっと美味しそうな色に。ああ、確かに。あ、もうこれはいいんじゃないか。お、こちらも完成。はい。よし、お皿に付いておきます。お願いします。いや、これうまそうじゃね。普通にうまそう。はい、できた。はい。じゃあこっちも最後のやつをあげときますので、食べますかね、赤が終わったら。はい。さあ、出来上がりました。はい。食べますか。食べますか。早速、うん、じゃあ佃煮さんからいきますか。了解です。はい。自信はないぞ。はい。あー、ほんとや、ネットを出してる。ただきます。いただきます。あれあれだ。あー、うまい。あ、うまい。あ、うまい。うまい。なんか佃煮というよりはかば焼きの味みたいな。あ、確かにね。うん。ああ、美味しい。うまい、うまい。うん。あ、ちゃんと中に味染みてんだ。多分鯉が冷めたらもっと多分水飴固くなって、うん、ガチってご飯とかにも合いそう。うん。あ、うま。あ、うん、美味しい。じゃあ天ぷらいきます。天ぷらいきますか。いただきます。いただきます。もうこれ塩かかってんだよね。はい。食べちゃった。うん、うまっ。ああ、うまい。ああ、うまい、これ。ご飯のおかず、おつまみって感じの味ですね。うん。なんて言ったらいいですかね。冬、うん、釣った、うん、ワカサギよりも、うん、ちょっとだけその、なんて言ったらいいかな。味が濃ゆいっていうか、冬の方が本当、味がないって言ったらちょっとおかしかすけど、ものすごくさっぱりみたいな。はい。へえ。
冬よりこっちの方が油が多いです。ああ、なるほど。だから身がちょっとベシャベシャっとしとっていうか、うんうん、冬の方があのパサパサパサって、なるほどね、うん、なんでか向こうの方がやっぱり美味しく感じますね、冬の方が。ああ、うん、まあ川魚好きな人とかやったら逆にこっちの方がうまいのかもしれないですね、うんうん、アユとか、うん、ヤマメとかと煮とですね、うんうん、ああ、なんか言われればって感じ、うん、で、後味はちょっとうなぎに煮と感じがします。あ、でも美味しい、美味しい。あ、よかったね。うん、うまい。もう100匹釣るまで絶対帰らねえぞみたいなですね。100匹は大変あれはあのノルマを決めてやるもんじゃなくてしかも最初ほんと釣れんかったしね、うん、釣り自体は、うん、簡単というかこう落として、うん、まあ単純な、まあ、砕けもしくはまあアクションっていうとはちょっと大げさすぎてちょっと揺すってあげるみたいな感じのやつをやればですね、うん、結構簡単に釣れる魚なので、はい、家族で楽しんでみてもいいんじゃないでしょうか。はい、はいはい、まあ、今回はそのワカサギを、はい、天ぷらと、はい、佃煮にして食べました、はい、美味しかったです、はい、美味しかったです。村上くんにも食べて欲しかったですね。確かにね、ですね。まあ次回村上くんは、はい、ありがとうございました。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。